スーパーマリオメーカー100人マリオチャレンジ、とても難しい、やっていきましょう。ステージ3、ステージ4いきます。85期いけるいける。でもな、やばいコースに当たったらな、速攻解けるからね。マリオ18ミッション、クッパの城を壊しワールド2へ進め。なるほど、右壁キックで逃げる。下どうなってたっけ。 OK、 P スイッチか。踏むで右に行く。OK、 怖え。ゆっくり見ていきましょう。これな、行けばよかったのか。え、行け、オッケー。入るんじゃねえんだろうな。やべ、うわ、しまった。ん？普通にこれでいいの？良さそうだよね。え？あ、今頑張ればいけたな。うえ！でもこれ道できて右行けるのかな？お、ついに。道ができた。ここも開けてもらいたいですね。オッケーオッケー。あー、道はあるね、ちゃんとね。オッケーオッケーオッケー。もう一個土管入っちゃいけないんだろう。これ入っちゃダメなんだろうな。あー、でもこれ入れないですね。これは？これも入れないですね。じゃあ諦めてこれ入るか。右からもクッパのファイヤーが、ほら見ーよー。ということはじゃあどこなんだ？やっぱりクリア者いなかったか。どこに進めばいいかわかんないやつだったからな。こればっかりはしょうがないっすよね。普通にクリアしていきますね。調整しづらいよな、これな。そっか、こうすれば絶対耐えれるんだな。いや、絶対とも言い切れねえか。これ一気にいけないかな。はい。なんか今日は調子出ない日だな。んで、これ踏んで、あ、やばいかも。いや、てかここで待ってさ、普通に、こうでいいんだよね。結局別のとこに道ができた。オッケー。で、進んで、右下じゃなくて、で、ここも確認したんだけど、確認が甘かったみたいだね。もっと左の方でやんないとダメだったみたいですね。うわ。え、かぶって、ん？この P スイッチなんか意味あったかな？あー、こういうことか。んで、もーっと。これはもう一個持ってけってことなのかな？倒せます。オッケーです。コクッパはスルーでいいか。ゴー。あ。で、この土管が、あれでした。ブラフでした。ブラフ土管。正解は、ここ。こんな感じで上に上がっていって、もう一個左ですね。もう二個右ですね。ここ。これで道が、はい、進めるようになります。どんどんどんと。なんで解説気味にやってんだろうな。なんで解説気味になってんだろう。クリアできなかったからか。で、こっからファイヤーが出てきて、この先にいるクッパですね。あ、やべ。いきなり取られた。おお、おお、あー、そうそう。このコンボがね、うっとしいですけど。できれば、デブブロスの範囲外のところで勝負したいですね。おっとっと。あわわわわわわ。
くれた。しまった。もう倒せると鷹をくくってたら。まあ、ファイヤー、ファイヤーはいつでもあれできるからね。OK。ね。はい。入ってゴールっていうステージでした。長かったー。さあ、じゃあ一回抜けちゃったんで、改めてステージ3っていう感じになりますね。落ちないように気をつけて。10機くらい肝。あれされちゃったけど。3つないとダメかな。あ、全然2個で大丈夫でした。ここ乗ってぴょんぴょんぴょんと。まあそろそろ孔明があってもおかしくないんだが。ないですね。信じていいのかな。信じない流れだと思うけど、信じてみるか。すよねー。なんで信じない流れかっていうと、とても難しいで、やってるんで。はい。そういうことなんですよね。これは。そうか、スピンジャンプか。てや。よし、オッケー。で、先に進みましょう。のこのこがちょびちょび置かれてる理由はさっぱりわかんねえんだよな。これは連れてかないとでもダメそうな雰囲気。あ、持っていくとってことか。あれは何だろう。確認しましょうか。スターか。こっちだよね、多分行くのね。ほい、ほい。お、ゴール。オッケー。まあ、被害少なくクリアできましたね。全然下でもよかったんだ。もう一コースいけるかな？どうだろうな。いけるいけない？いけないかな？じゃあこれで終わっちゃおうか。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。